ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、山本周五郎作、鬼角と山賊と殿様です。この作品、鬼角と山賊と殿様は、昭和9年1934年雑誌キング2月号に掲載されました。榎本鬼角、服部乱説、松尾芭蕉などの名だたる俳人たちが登場する、まるで落語のような作品です。それでは本文をどうぞ。山本周五郎作、鬼角と山賊と殿様。朗読その第一回。第一章。その頃、榎本鬼角は俳優小川ハリスとともに江戸茅場町の裏棚に住んでいた。芭蕉の門に入ったばかりで、貧窮のどん底時代だった。外へ出る着物も世の都議も一組しかなく、それをハリスと共同で使っている有様だった。同門の親友服部乱説はその時分、井上相模守に仕えていたから、鬼角の貧乏を心配して絶えず金や衣服を調達してやるのだが、生来酒好きな上に天端な鬼角はたちまち何もかも酒に変えてしまうのだった。ある時、鬼角の貧乏を聞かれた井上相模守公が、榎本にも屋敷へ出入りをするよう言ってみたらどうか、と乱説に相談した。もちろん乱説は非常に喜んで、すぐに茅場町へ飛んで行った。ところが鬼角は一向に嬉しくなさそうで、まあお断りをしよう、と言う。なぜだ、こんな貧乏が続いてはろくな勉強もできぬではないか。バカなこと、天地自然が金であがないるか。春秋四季変化の妙手を極めるのに貧乏で悪い理由はあるまい。それに、と鬼角は苦笑しながら、私は大名のために俳諧を読むのはごめんだ。乱説もそう言われては致し方がないので、公の屋敷へ帰ってその通り復命した。井上公はもとより正門の俳諧に通じ、芸道に理解のあった人であっただけ、鬼角の言葉がカチンと勘に触ったらしい。そうか、大名のために徘徊はせぬと言ったか、と少々不愉快な顔をした。そんなことがあって間もなく、深川松川町の佐野屋喜左衛門という材木問屋の隠居所で徘徊の催しがあるのに鬼角は招かれた。喜左衛門は自僧という俳号を持って、小風の徘徊ではすでに旦那芸の息を抜きん出ていた。興行は7つから始まって世の5つに終わり、それから酒が出たので鬼角が佐野屋の屋敷を辞したのはもう4つ、午後10時ごろを過ぎた時分だった。駕籠を雇いましょう、と喜左衛門が勧めるのを断って、春寒の夜風で酔いを覚ましながら参るのも妙でしょう。そう言って外へ出た。春まだ浅い2月中旬のどこか潤んだ空に朦朧と薄月がかかっていたし、川面を吹き渡ってくる風も潮の顔を含んで心よかった。歩き出してから帰って酔いを発した鬼角は、相川町を右に折れて満山と雉ヶ橋へ差し掛かった。すると片川町の暗がりから、待て待て町人待て、と
声をかけられた。びっくりして振り返ると、手に手に大刀を抜いた五六人の覆面の武士が現れ、バラバラッと企画を取り囲んだ。何か御用か？企画も若かったし、まだ酔いが十分に回っているから、弱みを見せまいとして、呆然と相手を見回しながら言った。だいぶ強そうな口を聞くな。いかにも御用だ。気の毒だが、ここへ通り合わせたのが貴様の不運。身ぐるみ脱いで置いていけ。文句を抜かせば遠慮なく切って捨てるぞ。早く裸になれ。一人が白羽で企画の方をピタピタと叩く。企画すっかり毒気も抜かれたが、冗談おっしゃっちゃいけません。あっしはご覧の通りの貧乏徘徊し、逆さに振るったってピタ一文ありゃしません。このボロを身ぐるみ脱いだところで、ええ、ぐずぐず申すか。気早な一人がいきなり企画の胸ぐらを取って刃をドキドキする喉元へ突きつけた。網にかかった獲物なら大名小敷の差別はない。おばねまでむしるのが我らの掟だ。脱がぬとあればおのれ。お待ちください、脱ぎます。すっかり酔いの覚めた企画は手早く帯を解いて着物を脱いだ。なんだ、まだ残っているではないか。これは襦袢です。いかん、そいつも脱げ。ふんどし一つになった企画、春浅いとはいえ2月のうち、川から来る風はまだ素肌には冷たかった。さすがに企画中っ腹になって、こんな姿では歩いて家へは帰れません。なんとかしていただかなければ困ります。よしよし、いい工夫をしてやる。賊の一人がそう言って向こうへ行った。ちょうどそこへ戻りと見える辻かごが一丁、何も気がつかずにやってくるのを、カゴやと呼び止めた。見ると手に手に白羽を下げた怪しい者たち。びっくりして逃げようとするのを早くも前へ回って引き戻した。どうか命ばかりは。命をもらおうというのではない。この裸を一人乗せていくのだ。そんなことならお安い御用で。早くしろ。企画はそのカゴへ乗った。どちらまで？黙ってついてくればわかる。賊が答えた。企画がカゴの中から、茅場町へ帰るのだがと言ったが、誰も返事もしない。カゴは調子よく上がった。カゴは右へ曲がったり左へ折れたりしながら長いこと進んでいった。左右には例の賊がついているらしく、お頭がどうしたとか、ゆんべは若い娘の生き芋を抜いたとか、今夜の生贄は5人だが、ちょうどこれで5人目だから、これで役目も終わった。あとはさらってきた例の女を魚に朝まで飲み明かそうなどと不気味なことを低い声で話し合っている。これはどうやら賊の家へ連れて行かれるらしいぞと思ったから、檻があったら救いを呼ぼうと外の気配を伺っていると、番所へでも来たらしく咎める声がした。これこれ、この夜院にいずれ参られる。はい、実は急病人でございまして、医者のもとへ参る途中でございます。企画が伸び上がって、助けてくれと叫ぼうとした途端、カゴの垂れの間からスッと白羽が出て、
企画の日払へぐいと差し付けられた。はっと言っても差し殺さん気配。企画はそのまま身動きもできなくなった。こうして産後旅も喜怒や晩所で咎められながら、ついに救いを呼ぶ機会もなく、やがて一時余りも乗り続けた後、カゴはドシンと荒々しく下へ置かれた。出ろという声に、企画が恐る恐るカゴを出てみると、鬱蒼と常緑樹の茂った三山のような中で、向こうからひげだらけの面星で松明を持った異相の荒くれ男が二人やってきた。そして呆然としている企画の手を両方からひっつかむと、物も言わずに引きずってゆく。第二章。木立を抜けると立派な玄関構え、そこにも熊の皮の胴巻きをつけ、山刀をぼっこんだ大男がいて、企画を受け取った。玄関から廊下へ出て、幾曲がりもした後、やがて高校と灯火の輝く大広間へ導かれた。そこは岩屋の一部へ作りつけたと見え、正面はぐっとえぐり込んだ洞窟で、槍、長巻、山刀、矢鉄砲、掛け矢など、見るも恐ろしい武器が置き並べてある。上段には、表を覆った男が一人、七八人の女たちに囲まれて、呆然と構えているし、広間には、ひげ、酒焼きを伸ばした異相の男たちが、これも女たちに尺を取らせて、居並んでいた。女たちはいずれもかどわかされてきたものと見え、衣服も髪形もまちまちであったが、みんな目を泣き晴らしてブルブル震えている様子だった。ほれ、そこの裸の男。企画が末席に座ると、上段にいる棟梁らしい男が声をかけた。貴様は幸運なやつじゃな。今宵はわしの祖先の百回忌で、女三人、男五人を生贄に祀る日じゃ。貴様が男では五人目、最後の贄になるのじゃ。名誉であろうが。企画は胴震いの出るのを止めることができなかった。と、その時、という若い女の悲鳴が聞こえてきた。すると上段にいる棟梁は愉快げに、襖を開けろ、煮えを魚に飲もうぞ。はっ。手下の二人が立って次の間の襖をさっと左右へ引き開けた。企画は一目見るよりはっと叫んで目をつむった。次の間には大きな炉が切ってあって、火が烈々と燃えている。その火の上へ、天井から鉄の鎖で縛り上げられた半裸体の女が逆さづりに吊り下ろされているのだ。喉も裂けよと悲鳴を上げて、白い手足を蛇のようにのたうつ女。烈火のかがりに形相を変じて、今にも悪鬼にかするかとばかり、そのままの地獄杖だった。よいざまじゃな。棟梁はあざみ笑いながら杯をあげた。裸の男、どうだ。よい心地であろうが、貴様もすぐにあのようにしてやる。ま、酒でも参るがよいぞ。手下どもは女をせき立てて企画の前へ酒と三階の珍味を並べ、嫌がるのを無理強いにぐんぐん飲ませた。ところで裸坊主、我らの慈悲として
気に入った芸をしてみせる者は生贄の責めを免じてやる決まりだが、貴様何か芸はできるか。はい。企画は震えながら、私は徘徊師でございますから、徘徊を読むことはできますが、他に芸と申しまして別に何も。徘徊、徘徊とは何じゃ。深く説明いたしますと難しゅうございますが、ホックの例をとって申しますと、十七字の中へ神羅万象を読み込みまするもので、和歌よりやや狂態に転じた一種の。面白い。それを一つやってみろ。気に入ったら生贄を免じてやるぞ。はい。企画は溺れんとしてマラボつかんだ気持ち、膝ぼただして苦安にかかった。しかし線刻から転倒している新規はにわかに静まらず、なかなかメイクが浮かんでこなかった。どうした。時が移るぞ。あ、ただいま。苦安に苦安を重ねて一句を得た。一句浮かびました。よしよし、そこで披露してみろ。企画はおごそかに手を膝へ置いて読んだ。霜を見る。河津はモズの靴手かな。なるほど。棟梁はうなずいた。モズの早煮えにかかったので、河津が霜に合うというのだな。面白い。と杯をあげたが、だが、モズの早煮えなどとは、この座に当てつけた心持ちがあって不愉快だ。せっかくだが、助けることはできないぞ。なぜでございます。なぜも風もない。それ、そやつを生贄にかけるのだ。権下に立ち上がる賊ども。待ってください。立ち上がる企画。四五人の荒くれが取って押さえると、いきなり頭から黒い布をかぶせた。逃れようと必死に争ったが、ずるずると引きずっていかれる企画。はっかと燃える烈火のほてりも感じたまま、ついに気を失ってしまった。第三章。それからずいぶん長い時が経った。夢から覚めるように、企画は自然と目覚めた。おや?と思って起き上がると、自分は茅場町の裏棚の一間にハリツと並んで寝ている。夜のしとねも共同のものだし、着物も佐野屋へ出かけた時のままである。悪夢か懲りに化かされたのか、あまりの不思議さに、ハリツ、ハリツ、ちょっと起きてくれと友達を揺り起こした。俺は全体どうしてここに寝ているのだ。何を寝ぼけているのだ。ハリツは目をこすりながら、ひどく酔って帰ってきて家の前のところでぶっ倒れたじゃないか。何時頃のことだ。だいぶ遅かったぞ。何でも上岸寺の鐘が9つを打ってしばらくしてからだった。一人で帰ったのか。そうさ。企画はうーんとうなった。あの山菜をどうして脱出したろう。どうして生贄にならずに済んだろう。それともあれは何もかも夢か。わからない。ハリツがいぶかしがって、どうしたんだと聞いたが、話したところで信じてもらえるものでもなし。企画は黙って横になった。それから3日後のこと。企画は芭蕉の家で
偶然四五人の客と同座した。柳田出雲の神、倉持田島の神の二人は顔見知りだったが、後の二人は初めての客だった。すると未知の客の一人が、こういうのを一句最近得たのですが、と言って筆紙を取り、すらすらと一句したためて、芭蕉に差し出した。芭蕉はしばらく口の内にその句を図していたが、どうだと言って企画に渡した。拝見いたします。企画は膝を正して受けた。見ると意外、没根美しく書かれた句は、霜を見る河津はモズの靴手かな。あ、これはと見上げると相手は微笑しながら、名乗り申そうか。拙者は井上相模の神。よ。振り返ると芭蕉も顔をほころばせている。相模の神はニコニコしながら、大名のためには徘徊をせぬという孫公にぜひ一句読んでもらいたかったいたずらじゃ、許せ。ではあの山賊の棟梁が。呆れる企画。いや、こうは頭を振って、拙者は手下の賊で孫公に酒を飲ませた方だ。ここにいる三人は孫公を生贄にしようと手ごめにした賊じゃ。まあ許せ。三人も高く笑った。企画は膝を進めて、ではあの上段にいた方は。他言無用だぞ。相模の神は声を潜めた。当上様だ。え、将軍家。企画は愕然と目を見張った。将軍家綱が戯れに催した百鬼夜行の主演は有名である。企画の導かれたのはそのうちの山賊の催しであったらしい。市中からあらゆる芸人を誘拐し、それぞれ懸命の芸をさせて楽しんだものである。井上相模はそれを良い機会に若い企画を一杯はめたのであった。山本周五郎作、企画と山賊と殿様。全文読み切り。書室キング昭和9年2月号より。